はい。はい。ぼっとしてた。あ、これ。はい、あ、じゃあ。お餅のエキゾチックチャンネル、始まります。いやあ。あー、もう決まった。決まった。あはい、OK。はい。はい、OK です。さあ、始まりましたね。はい。うん。あ、僕の方で、はい、そうですね、練習見ててくださいね。はい、はい、では始まりました。お餅のエキゾチック、違う、エキゾチックアニマルチャンネルじゃん。そうです、そうです。あ、言った？言いましたよね。うん、言ってない。言ってない。若干言ってない。まあいいや、そうなんですね、お餅のね、はい、はい、では、まずは、大切な大切なバナースポンサー様の紹介からするんですよ、はい、これは。はい、はい、じゃあ行きます。世界で一つの贈り物日本ハーバリウム協会認定校アトリエシャルマン、よいしょ、ありがとうございます。次、ペットの複合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、美容の力で世界を笑顔に、黒井の松江区脱毛はソワニエ、よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ダイエット&体質改善カフェ宇宙キッチンナーティ様、ありがとうございます。ありがとうございます。ふんでふんで、手作り雑貨とワッフルのお店サムズカフェ様、ありがとうございます。ありがとうございます。下です。そうですね、下なんです。はい、ワッフルが美味しい。はい、以上のスポンサー様のおかげで掛川 TV は楽しい情報発信の場を提供できています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。よし、ここまでが一仕事ね。はい。というわけで今日は、というわけで今日は、はい、ゲストを連れてきました、うん、あ、どっちがゲストかわかんないけど。ゲストはね、岡村さんはパーソナリティで、はい、ゲストを連れてきました、はい、その前にあれがあるんじゃないですか。そう、その前に、なんだっけ、うん、注意事項。注意事項ね、そう、うん、今からエキゾチックアニマルが出るので、はい、かなり心して。すげえ新しい表現してる。見てる人は心して心して見ようと。見ろと。今日なんか今あれコメントとか入ってないですか、大丈夫ですか今のところ。コメント今のところ特に。特に大丈夫ですか。はい。OK です。はい。はい。じゃあ出ますよ。今日のゲスト。ゲストリポタンでーす。いやー。結構なんかエビの尻尾みたいな。待ってくださいよ。トワゴヒゲトカゲっていう種類の子になります。はい。トワゴヒゲトカゲのリポタンです。リポタンです。男の子です。男の子。男の子です。キリッとした顔立ちが、かっこいいですよ。どこで男とか女とかわかるの？それが、ひっくり返してね。そう。見てみますか？見てみますか、じゃあ。可愛いけど。男の子か、どうかの確認が。マルヒ部分が。18禁ですよ。ここ恥ずかしいよね、リポタン。ちょっとかわいそうよね、リポタン全開、うん、ここの、はい、ここですね。あここにここなのと、あとここに続くって先生があるんですけど、ね、うん、これが男の子の証拠です。あ、あと顎が黒いの見えますかね。この顎が黒いのが男の子特有の黒さんなんですよ。あ、ほんとだ。あ、こっち。そうなんだ。黒い。なんかもう男とか女とかよくわかんない。男の子の方が若干顔が大きくて、目つきがね、ちょっと鋭いかなっていう。すごい頭が一個で、人間の動きを見てな、今人間が何をするのかなっていう、うん、判別をしたりとか、そう。あと耳も聞こえてるので、うん、音で。まあな。
そこな、多分こんな。めちゃめちゃ興味。どうした？怖いけど見ちゃう。すごいよ、あれだよね。めっちゃ怒ってない、そいつ今。何？怒ってる。怒ってるの？怒ってるよね。怒ってるっすよ。わかる。あ、わかるっしょ。あら。そうそう。食べないんじゃない？そう、空いてる、動いてる。というわけで、ご飯を、じゃあお腹空いてると思うので、食べるかな。これリポタン、え、何を食べるんですか、いつも。リポタンいつも大体豆苗を食べるんですけど、あ、食ってくれてる。豆苗を、豆苗、キャベツ、レタス、なんだっけ、人参、うん、を食べます。あ、え、それを全部含めて豆苗、すごい写真撮られてますね。豆苗はあれです、そういう野菜です。あ、そういうね。で、あとは太あごのフードっていうのがあるので、それを食べたりしてます。主にあまり食べないんですけどね、うん、主には今もう大人になっちゃったので、うん、野菜を主に食べてます。虫も食べます。虫食ってる。スイカ食ってる。ちょっと待って、順番に行こう、まず、うん、順番に行こう。いいよ、ちょっと待ってよ、こういうグチグチしてるから、こういうのちょっと片付けながら行こう。あ、すごい。ちょっと大きかったかな。大きいよね、絶対。ちょっとじゃないよね。あ、なんかスイカいい匂いしますね。そうですね、うん、スイカもいい匂いしてるんですよ。なんかね、美味しそうな顔したいな。すごい。あ、なんかティッシュも来ましたね。すごい、みんな優しい。ありがとうございます。こんな感じでご飯食べてってくれます。って言ってる。さっきの恥ずかしめは非常に腹立って、腰を横さないとこの腹立ちは収まらん。あら、じゃあ6ぐらい腹が立ってるらしいぞ。さっきの写真監視のもとをまた晒しちゃったから。そうだね。全然ここかね。ちょっと一回、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと一回ポジションをいいと思うんで持ってきますよ。これが多分いらないの。あ、これ違う。うん、このまま食べちゃうと虫が産卵しちゃわないかなと思って、うん、あ、この事務所怖い。そういう時はこの前いい時に逃がしたよね。あ、逃げてなかったです。ちゃんと箱の中に入ってました。ねえ、ちょっと、うん、この事務所コオロギまみれになってるとか。大丈夫、それはない。あー、おー、あー、来た。あ、待って待って、いいですか。いいよ、いいよ。あ、エキゾチック。エキゾチック。エキゾチック。今回はあれしないですか、ラフティングじゃなくて。この子は基本的に紫外線、うん、あのこの前の、なんだっけ、レオパは紫外線でカルシウムを生成できないんですけど、うん、はい、この子はもう常に紫外線を当ててるので、はい、わざわざカルシウムをまぶさなくてもそこまで気にすることはないかなっていう。そうですね、はい、前回の見てない人にちょっと説明したいんですけど、あ、基本的にあれですよね、カルシウムをまぶすんですよね。そうなんです、カルシウムをまぶすんです。コオロギにね、カルシウムをまぶして食べさせる。レオパはね、レオパはね、そうだけど、じゃないと、うん、コオロギがリンの濃度がすごく高いんで、うんうん、カルシウムをまぶさないと、うん、カルシウム不足で、クル病っていう病気になりやすいんですよ、骨の発達不足に。詳しいね。そう、なんかこれは一般的な。あ、だけど、どうした？まだ行きたい？食べたい、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 丸々したのお願いしますよ。丸丸したやつだって。それ？ね？これ？ダメダメダメ。見えない。あ、そうだ。うるるるるる。あ、間違えちゃった。あ、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 美味しいのがいいって。これか、これか。味とかあるんですか。なんかコオロギもずっと見てると慣れてくる。ダメ、そうです。そうなんですよ。じゃあもうちょっと。あとね、分かる人なんですよ。どれがいいですか。そうですね。ちょっと一緒にこっち来てもらって。いや、キモいから私。これ開けといたら危ないですね。あ、そんな飛ぶことはないんですけど。よし、じゃあ俺が選ぶ。はい、お願いします。気をつけてください、なかなか難しいんで掴むの。そうだよね。ちょっとやりたくなっちゃった。浅井さんが喜んでいますね。一番丸いやつを選べばいいってことでしょ。
おじそうなの、おじそうなの、うん、多分俺だったらこいつ俺だった。あ、岡村さんチョイスの、はい、あ、いい、いい、いい、キモい、キモい、キモい、ああ、キモい、さ、パニックが、キモい、キモい、おお、リポタン待って、よし、よし、落ち着こう、落ち着こう、よし、もう一回って、そうね。はい、でなんかこの子結構もともとオーストラリアとかに生息してる子なので、うん、今はもうほとんど輸入がないから、うん、あの繁殖個体ばかりになってしまうんですけど、うん、この子は多分ハイポレットっていう種類の子で、うんうん、あ、ん？どこ砂地にいるんですか？砂地にいます、乾燥地帯に、砂漠みたいな、あ、もう眠くなってきた、まだ眠くはなってない、どうした？なんかもういきなり疲れちゃったのかな、うん、疲れちゃったかもしれないですね、まあ、ね、旅をしてきたから、そうだね、はい、でこの子たちって基本的に、うんうん、あのバスキングスポットって言って日光浴とかもするんですけど、あ、線引きがどのくらいの大きさかっていうすごい技術が30センチ以上あるんですね、今40センチぐらいあるかな、あ、尻尾まで入れるとそのくらいありそうですね、そう、ブドウとか興味ないかな、食べないかな、あ、ちょっと、まあ食べないですね、あ、お、お、なんだ、ちょっとリポート、ほい、いや、ブドウ嫌いだもん、ブドウ嫌いだって、え、さっきめっちゃ食べてました、あ、でもあんま好きじゃないんだ、あ、そうなんだ、めっちゃ見とってる、何が好きなのかな、人参はリポート、スイカ好き、スイカ好き、さっきスイカ食べてるところを奪われたから怒っちゃったかな、あー、そういうことこれはなんだ、エキゾチックなアニマルを鑑賞する場面を通行画面に戻す、そうですね、うん、そうですね、はいはい、じゃあどんな、どん、うん、え、何年ぐらいも飼ってるんですか、今まだね、1年、丸1年ぐらい飼ってて、これやっと大人になったぐらいですかね、最初、まあ、最初からだよ、ね、手のひらに乗っちゃうぐらいの小ささです、へ、ね、そっから1年でこの大きさになります、半年で、孵化してから半年で、あの、アダルトになるって言われて、アダルトだアダルトにね、はい、でこの子たちは紫外線常に当てててあげて、うんうん、温度勾配もつけてあげて、あ、バスキングスポットって呼ばれる暖かい場所を作ってあげることで、人為的に、うんうん、あの暖かい場所と普通の場所っていうので自分たちで動き分けてくれます、へ、まあ、寿命ってどのぐらいあるんですか、だいたい5年から7年ぐらいかな、もっとでっかくなるのこれ、いや、もうこれより大きくなってもあとこれぐらい、多少10センチいくかいかないかぐらいなんで、でも完成形ではあるってこと、そうですね、もうアダルト、もうアダルトだね、はい、アダルトなんで、あんまり見られてると食べられないタイプの、なんて言ってます、早く家帰りてぇな、もう家に帰りたいらしいですね、そうね、疲れちゃうね、知らないとこにずっといたらね、ごめんね、でね、よくこう人間ってこう私もよくやっちゃうんだけど、頭の上とか首とかこうやって背中触るけど、あんまり爬虫類はそういうとこ触られるのが好きじゃない、おお、どこを触られるの、あんま触られたくないんだ、まあそうですね、基本は突撃、僕もそんな得意なわけじゃないですからね、あ、そうなんですね、なんかあれですよ、結構来てます、はい、慌てないようなふりしてますけど、名刺はバクバクにしちゃう、ね、ちょっとこう、でもなんかこう結構トゲトゲしてるように見えるけど、そんな痛くなかったりするんですよ、ね、さっきもめっちゃ痛かったんですけど、爪がね、あ、爪が、爪は痛いんですよね、あ、ちょっと待って、浅井さん、浅井さん、待って待って、お家にね、よし、一回ね、お家に入れて、いやなんか一息ついちゃいましたそうですねで結構この子なんか本来 樹木性で立体的な動きとかをするから、うんうん、あまり平面だけのこういうケージよりも何か木とかを入れてあげて登れるようにしてあげると運動もできるしね、うん、太りすぎないかなっていうところがあります、うんうんうん、そう、え、家とかはどうやって飼ってるんですか、もっとでっかい入れ物に、今ね、だいたい60センチ、45センチのケージで飼ってます、おお、本当は90センチぐらいで飼ってあげたいんですけどね、え、その中に木とかが入ってて、木が入ってて、あ、なんかこう隠れ家みたいなのが入ってて、結構ジャングル的、水入れが入ってて、あ、あとこれです、
毎日餌やりをちゃんとやってるんですか？やってます。この子たちは他のレオパと違って、うん、毎日ご飯食べないとお腹すいちゃうんで、うんうんうん、え、レオパは食べないですか逆に？レオパは4日からそうですね、3日から5日の間ぐらいに1回で。あ、へえ、はい、あんま食べないんですね。食べないですね。1週間食べなくても全然平気です、レオパは。あ、そうなんだ。お腹減っちゃうけどね。お腹減る結構食ってたよ、この前むしゃむしゃ。この子たちは大丈夫なんだ。そうですね。え、これ自然にいるときは例えば何が敵になるんですか？鳥とかやっぱ上から来る上空の敵が。あ、上空の敵に関しては何したい何したい。ご飯食べたいかなと思って。オッケー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 っていう感じで。だから外で日光浴させてあげるのもいいんですけど、うんうんうん、日光浴させちゃうと、うん、あのこのまんま出しちゃうとパニックになって暴れたりすることもあるので、鳥を見て。あ、そう、なので例えば衣装ケースみたいな大きいケースに入れてあげて日光浴とかが一番いい。なるほど、はい、一緒にどっか行ったりするんですか？基本行かないです。行かないよ、ね、そんなに動くのが多分好きな子ではないので、車とかで。ああ、はい、そういうことね。なんだ、人間が見てるって言ってあんまり顔の前にあのこうやってやんない方がいいかもしれない、うん、噛みつくことはあんまりないんですけど、うん、お腹減ってて絶対噛みつかないとは言い切れないので。うん、そうだね、動物なので触らない、触られたくないですもんね。そうですね。どうしようかなでも背中ぐらいなら全然大丈夫です。うん、ちなみに、はい、浅井さん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 、あいつ、他の座りた、かわいい、かわいい、かわいい、別になんかこれでいいよね。あ、それでいい、うん、これでいい、ね、それでいい、よしよし、やっとちゃんと喋れるわ安定しましたね。安定したね、うん、え、こういう、やっぱな、動物っていうか、なんか普通に爬虫類みたいな。あ、浅井さん、浅井さん、浅井さん、早く、助けてあげて、助けてあげて。カメラ持つんだ、うん、カメラ持つんだ頑張ってるからね。え、どんなとこが魅力なんですかね。魅力、やっぱこのフトワゴヒゲトカゲ、うん、リポタンは、うん、すごい頭のいい種類のトカゲなので、うんうん、犬猫ほどまでは頭良くなくても人間の声に反応して近づいてきてくれたり、うん、人間の姿を見てさっきみたいに顔かしげてくれたりとか。へえ、結構可愛いんですね。可愛いんですよ。あ、好きですもんね。好きです ね、うん、そうだね、たまらないですね。たまらないねこれを見てね、遊びに来てくれる人がいたらいいですよ ね、うん、ぜひぜひみんなに触ってもらいたい。あ、触ってもらいたい、みんなで楽しみたい、ね、楽しみたいね、可愛がってね、うん、ちなみにこの子男の子なんで、うん、あの求愛するときは結構顎を黒くして首をカクカク動かして求愛したりするんですけど、うん、求愛されたことある？ないですね。ないかないないですね、ないね、うん、威嚇するときも似たような感じなんですけど、結構顎黒くして口を大きく開けて、うん、あ、威嚇するんだ。威嚇しますね、嫌なことされちゃうと。あ、嫌なことってのはやっぱ触られたり。触られるぐらいなら、少し触られるぐらいならいいんですけど、うん、例えば温浴って言ってちょっと体の汚れを落とすためにお風呂に入れてあげたりするのがあんまり好きじゃないので、この子は。終わった直後は威嚇とかはありますね。あ、するんだ。こっちから見るとすごい絵面になってますねこの人たちおトイレとかはどうするんですか？結構シャーシャーやっちゃうんですか？この子たちね、うん、おトイレね、うん、おしっこもうんちもちゃんと固まって出てきます。お、白いか、おしっこは白い塊になってきて。おしっこ白い塊？そう、塊で多分出るときは柔らかいけど、うん、時間経つと固まるんですよね、おしっこが？ちょっと人間だと信じられない。よくわかんないね。え、全然みんななんか納得してるけど、俺全然納得してない。なるほどね。なるほどねっておかしいでしょ。そうですね。あ、ごめんね。あ、鳥みたいな感じね。あ、そっか、鳥もそうですよね。ね、そうだよね、うん。そんな感じで出てくるんだ。そう、好きじゃん。顔が好きだし。なになに？正面から撮る。そうだ、正面の顔がいい。あ、待て、浅井さん、浅井さん、じゃカメラじゃないから、ちなみに
に、うん、あんまりアダルトになってから、あの、うん、ベビーの頃はコオロギ中心でいいんですけど、うん、アダルトになってからはその野菜中心にあげないとダメで、うん、これぐらい大きくなってもコオロギ中心に与えすぎちゃうと、どうなるんですか？あの栄養の取りすぎ、あ栄養というか、あの高タンパクすぎて、うんうん、とかとお水不足で腎不全になることがあるんです。結構病気になるんですよ。なるんです、爬虫類はね、結構ね。グレムリンみたいに、はい、あの12時過ぎて、そう知ってるグレムリン？知ってる知ってる。知ってるグレム知ってる。あんなよかったけど、なんか大丈夫ですよ。分かってますよ。はい、はい、ありがとうございます。朝日さん嬉しそうだ ね。好きなんだろうね、リポートなんだけど。仲良しですね。仲良し、落ち着いて、ね、落ち着いててね。結構あったかいところですもんね。そうですね、基本的に。今日今寒いですかね、もう若干、うん、ちょっと寒いかもしれない、ね、この温度だと。なんで、あのね、外に置いとくぐらいで今はちょうどいいかもしれない。高いところでね。夜は、うん、その夜用の保温球っていうので温めてるんですけど、暖房みたいので。あの赤いライト、私のは赤くないで、もう色がほぼつかないような、あ、はい、あ温度だけ出てる、ね、そうそういうのでやってます。そうなんですよ、ね、すごい、もうすぐね、うん、今年のね、うん、2018年の8月に、2012年8月日にちは忘れちゃったけど、それ大事じゃないですか。4と5、そう4と5、あ土日に、あ何があるんですか、あれですね、ジャパンレプタイルズショーが、うん、レプタイル、待って、レプタイルズ？レプタイルズ、レプタイル、ああレプタイルズね。そう、国内最大規模の爬虫類のイベントがあるので、うんうん、そこに行って、一緒に行くんですか？リポタンは一緒に行かないかな。ああどこでやるんですか？静岡のツインメッセでやります。2日間もやる？2日間もやります。なるほどね、はい、そこで荒らしてくる、そこでね、仲のいい、うんうん、ペットショップの業者さんとか仲良くなったブリーダーさんとお話をできたらいいなと思って一般のお客さんも入れるの？一般のお客さんも入れます。今ね、女性のお客さんが多いぐらいなので。あ、興味ある？一緒に行く？ぜひ行きましょう。俺ロスセットじゃない？コオロギ食べさせてあげる。ああ、え、やりたいの？やらない、コオロギ嫌いだから。あ、そうね、好き嫌いははっきりします。あ、そうですね、うん、ね、見た目はちょっと気持ち悪いんでね、コオロギね、うん、ああ、そうよね、そうだいぶ落ち着きましたね。はい、この子、爪鋭いですけど、はい、爪切りとかしないんですか？しないですね。するのかな、みんな。あんまり聞いたことないけどここに来てあんなに知識あったの？伸ばし放題、うん、ああ、結構伸び放題だよね。伸びすぎて困るってことがないので、うんうんうん、とりあえず今のまま現状。なるほどね。はい、リポタンの魅力はどうでしょう、決め顔。あ、正面からがいいみたいですね。今どういう今、あ、自分でちょっと動かしてますね、調整してます。結構視聴率回ってましたもんね。かなりあれですか、かなり回ってたんで前回。ありがたいですね、見ていただいて本当に。はい、じゃあそろそろ時間も来たらしいので、はい、次回はゲストは誰にしますか？誰にしようかな。うん、まあいいや。次回は、うん、まあ、また、ね、そう考えといてね。また結構いるんですよね。結構いますね、ゲストさん。はい、はい、一緒に出てくれる人も募集しておきましょうかね、うん、一緒にぜひ隣でこのパニックが一番多いポジション対応できる方が対応できる方がね、はい、帰ってきましたね。はい、はい、さあそれではそしたら今度、はい、この次ですね、うん、20時30分から、はいはい、岡村反省会、うん、人生七転び八起きが始まります。はいはい、はい、じゃあねー